オッター系偵察車は第二次世界大戦中にカナダ軍によって開発された系偵察車である。オッター系偵察車、系偵察車は LRC と略される。ライトリコネッサンスカーの頭文字からなるはゼネラルモーターズ社によって開発されたハンバー系偵察車の後継車両である。百四十二年から百四十五年の間に百六十一台が オンタリオ州のおシャワで生産された。この車両は、絞れ AC15CMP トラックを原型としている。並走は、小型のオープントップ砲塔の外部に、ボーイズ対戦車ライフルとブレン軽機関銃を搭載した。1943年10月、グラッザニーゼのボルターの側にかかるベイリー橋を横断するオ、オッター系偵察車オッター系偵察車は、 イタリアでの作戦とヨーロッパ北西部でカナダ軍部隊に収益した。しかし他の英連邦軍の装甲車より武装の貧弱なオッターは現地の陸軍偵察部隊により劣ったものと認識され交代させられていった。その一方で輸送部隊の護衛や治安任務での運用が続けられ、またイギリス本土ではイギリス空軍に引き渡され、 より旧式な装甲車しか持っていなかった空軍装甲車中隊の新装備となり飛行場と補給所を守る任務に就いた。さらに後には英国外に展開する英空軍連隊が新たに創設され、その中でも中東や南部ヨーロッパに進出した野戦中隊ではオッターが主装備となり自軍飛行場の防衛任務だけでなく敵飛行場のダッシュにまで用いられた。対戦後、 オッター系偵察者はインドネシア独立戦争において、オランダ軍が使用した。また中東に展開していた英軍のオッターは、ヨルダン軍、エジプト軍、レバロン軍などに売却された。ありがとうございます。